手を足握ってきたやつの、でドカンドカしてなんかどっちこう来たやつ、おすごい嫌だよね。でこういう時に足をね、足を同じ方向にこう動かさない、足は独立してこう動かすとですよ。お疲れ様でした。すぐやってきていい。いいよ。なんか当たっちゃうね。わかる。で、ちょっと離れて。今ね、何も考えないでね、何も考えないでこうしただけなんですよ。別にこっちでもいいよ。やってみるわっていい。これでもよかったでしょ。なんでかっていうと、ギューしてここに空間にここに止めてるね、はい、手をね、はい、なんか俺動くんだよね、足を。あ、分かって、今手離して、でもこうなったでしょ。だからどうしよう、分かるかな。今俺の膝左右にあるでしょ。左右なんていうの、横に並んでるよ、谷口さんから。で、谷口さんの拳ここにある。で、ちょっと離してもらっていい。で、俺が無理やりこうしたよと。で、谷口さんが握り続けるとこうするしかないじゃん。もうそれでねえんじゃん。もう、ありがとう。簡単だね。で、で、単に足を片っぽを上げて片っぽを下げるというと、どうやら多くの人はこうなっちゃうらしい。蹴る力が、蹴る方が慣れてるから。これだと上げてる足はなんか腰を超えてないんでしょ。だから法則としてこう上げる足は顔のみぐらいな足に、こっちの足にめっちゃ力入れて、こうもう一個の足はまあちょっと伸ばしゃいいぐらい。とか、まあこうでもいいよ。で、もっと言い方を変えれば、この辺の空間に両膝を荒らしめたい。で、こう、これだと、その話でもいいよ。こう、あるよね。こうじゃないよね。これも逸脱したよね。自分のこの腰、まあ自分のこの腰と肩を結んだこの円状ぐらいにこの俺の両膝があって、でその両膝がカパって開いてるとね、パモン。さあ来たまえ。とにかくパスできないんですよ。できないよね。はい、もうさあやってみよう。